売上高は282億8800万円、前年の340億に比べまして、前期比57億9200万円の減収となりました。一方で、経常利益及び当期純利益でございますが、年の後半、円安が進行しました関係で、海外資産の評価益が生まれまして、経常利益につきましては、11億300万円、これは前年に比べまして増益となっております。また、当期純利益につきましても増益という結果になっております。今年は、330億円の販売を目指しております。主な要因としましては、まず日本国内において、IT 設備投資の需要が今年度から増加に転じると期待をしております。また、日本および海外市場合わせてでございますが、ソリューションビジネスに、注力をしておりまして、その部分での、販売の増加を見込んでおります。また、3つ目としまして、海外市場におけるサービスビジネスの販売強化、補修サービスあるいは工事サービスといったサービスビジネスを東南アジアおよびアメリカ、ヨーロッパで販売を強化していこうと。まず私どもの中期の経営戦略の、柱の一つでございますソリューション提供への転換と、このためのですね、製品また技術の開発、これをこれまで進めてまいりました。ネットワークの仮想化の技術としてユニファイドバーチャルフォアファブリックと、こういった技術をですね、先ごろ発表をいたしました。 IT コンサルティング、これまで私どもが提供してまいりましたものというのは、製品そのもの、その工事設置のサービス、監視運用保守といったものをご提供してまいりましたけれども、これをですね、お客様のビジネスに合わせてどのように導入するか、また継続的にですね、この運用をどのようにしていくか、さらにはその運用のためのいろいろなお手伝いを私どもでしていくと。もうすでにですね、昨年に日本国内、また米国の方で実績が上がっておりまして、今年はこの実績をモデルケースにさらに件数拡大をしていこうと。